PM10 のサロン喫茶シュビ。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶シュビ、メインパーソナリティのシュビです。この番組は私シュビの何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。毎週土曜日夜10時から放送しています。今週もよろしくお願いします。4月16日、4月が始まってもう中旬と書いて中旬です。この4月はなんとも変化の始まりで、そしてその中には進化というものもありまして、その進化をこの目でしっかりと見てきました。4月8日より公開が始まりました、ファンタスティックビースト、ザ・シークレット・オブ・ダンブルドア、ダンブルドアの秘密、拝見してきました。今このラジオを聞いている方、あ、ちょっとそれまだ見てないから言わないでという方はご安心ください。何も言いません。何もネタバレはしません。まあこの見てない方からすると、その話をされるだけでも苦しい、聞きたくないという感情があると思うんですけど、 JK ローリング天才だなと、完璧な物語だなと、アルバス・パーシバル・ウルフリック・ブライアン・ダンブルドアを演じているジュード・ローさん、ハリー・ポッターシリーズでのマイケル・ガンボンさんが演じたダンブルドアのその雰囲気、仕草も少し残しつつ、若い頃のダンブルドアってこんな感じだったんだと素直にすっと情報が入ってくる、この感じ。そして若い頃のダンブルドアはこんな日々を過ごしてたんだなっていう、こんな一面をダンブルドアは持っていたんだ、こんな顔を表情をしていたんだなって。そしてやっぱりダンブルドアの周りには大切な力強い仲間たちがいつもいたんだなと。そして前作ゲラート・グリンデルバルドを演じたジョリー・デップ様に代わって、今作からはマッツ・ミケルセンさんがゲラート・グリンデルバルド役を引き継いだ。もうジョニー様が降板をした、もうそれはそれとして、まあそのハリー・ポッターシリーズにジョニー様が加わってくれたことが、あの数年が幸せで本当に神の時間だったなという、それをかみしめて、まあ、そんな時間もあったなという、そんな思いは大切に胸にしまって、これからのファンタスティックビースト、大好きなハリーポッターシリーズを、ファンタスティックビーストをこれから楽しんでいくためには、もうそこは切り替えなきゃいけないと思いまして、次グリンディルバルド役を誰が演じてもさあ来いと、ダンブルドアとグリンディルバルドの、そしてその二人を支えていく周りの人物たちとの、そしてこの物語がどうハリーポッターシリーズにつながっていくのか、その JK ローリングの天才的な物語を心から楽しむために、今作は新鮮な気持ちで拝見しました。やっぱりそれは多少、ジョニー様とマッツ・ミケルセンをどうしても避けては通れない、比較してしまうというところもありますけど、素晴らしい映画でしたね。もうパーフェクト映画、パーフェクトムービー。ハリー・ポッターシリーズ、どの作品も
これは共通して言えることなんですけど、新しいシーン、見たことのないシーンが次々と目に入ってくる。その色彩だったり衣装だったり CG、 カメラワーク、天才的なハイセンスなアイデアがものごっつ詰まった今世界一の映画だと私は思います。ファンタスティックビースト The Secret of Dumbledore、 ダンブルドアの秘密、ただいま絶賛劇場公開中。はい、それではここで一曲聴いていただきます。 YOASOBI でラブレター。はじめまして、大好きな音楽へ、ずっと考えてたことどうか聞いてほしくって、ねえ笑ってたいよ、どんな時もっても辛いくらい痛い日もあるけどね、あなたに触れるだけで気づけば、この世界が色鮮やかになる、花が咲くように。笑って泣いてどんな時だって選んでいいんだ、いつでも自由に、今日はどんなあなたに出会えるかな、この世界が終わるその日までなり続けていて、好きなんだ。聴いていただいた曲は YOASOBI でラブレターでした。この後はあのコーナー、 PM10 のサロン喫茶シュビー。それではこのコーナーに参ります。Thank you, thank you, thank you. Thank you.
こちらのコーナーでは私シュビがある人に一方的にありがとうを伝えるコーナーです。はい、今日は4月16日ということで、私の姉、なんて言うか、ここでなんて呼ぼうか、まあ自分がいつも呼んでるので、お姉ですね。お姉の誕生日です。今日はお姉おめでとう。自分たち、兄弟は姉妹じゃない、兄弟は子供の頃は喧嘩してましたね。まあお姉に腕噛まれたり、なんかあったら噛んでくる。まあその髪型もまだありますし、一度あったのが、お姉がテレビの前に座椅子で座っていて、でその後ろにシュビがいまして、すごく隙があったんですね。ガラ空きだった。でまあその日常の噛まれてたり、なんかバーッと言われたり、その喧嘩の恨みなんだかんだがあったので、よしこの隙を、今このガラ空きの隙ありまくりのお姉に一発かましてやろうと思いまして、その頃は小学3年生とかですかね、後ろからバッと突撃したんですよ。そしたらまあその雰囲気を感じ取っていたのか、ヒュッとお姉が避けまして、でそのお姉の先にある木で作られたゴミ箱、そこに突撃してしまいまして、でまあ額をゴミ箱の角で切って、血だらだら垂れて泣いて、でその横でお姉は笑っている。何だったんだこの恨みを晴らそうと思ったのに、また恨みが増えてしまった。そして笑ってるこいつ、はっ、またやられてしまったみたいな。まあでも血だらだらなんで本当に痛かったですし、そっから救急病院入って、で何針塗ったのかな、まあ5針6針ぐらい塗ったんですかね。まだその傷跡は残ってますけど、まあそんな感じで何かあってもお姉に反抗はできなかった。反抗してたけど、口では負けるし、何言ってももう言い返されるし、まあそこからそういう喧嘩っていうのはなくなりましたけどね。何かを言われてばっかりの感じでしたね。もう口がうまいと言ったらあれですけど、頭のいいお姉で、そして友達もすごく多くて、お姉はまあ自分とは性格も正反対。よく家に友達が遊びに来ていたなぁと、あ、お姉って友達多いんだなぁと、みんなに好かれている存在。そして高校時代は、自分と同じ高校だったんですけど、農業高校でパワーリフティング部っていう部活に入って、その当時パワリフで、顧問をしていた先生に推薦というか、なんか抜擢されて、この君の素質いいよみたいな、筋肉すごくいいよ、やってみないかみたいな。それでまあいざやってみたら、もう世界1位になっていたり、なんか自分が、あ、知らないところで世界1位になってるなあいつみたいな、すごいですよね。その、あ、自分のお姉ちゃんって世界一取るぐらいすごい人なんだ。なんかそこで、あ、すごいなぁと素直に思ってました。そしてプライベートでは、結婚もされてお子さんもいて、順調に生活をしていて過ごしていて、無駄が嫌いな人ですよね、お姉は。
そして反対に自分は別に無駄が嫌いではない。でも計画はない。お姉には計画はある。でもお姉は趣味がない。何かに没頭するとかあんまり子供の頃からも聞いたことがないですね。趣味はどちらかというと趣味を持ちたいタイプとか、結構ところどころが反対な部分があったり、でもそれが兄弟なのかなと思いながら、でもお互いなんかその干渉するかって言ったらそんなにしないし、お姉はお姉で過ごしてるし、守備は守備で過ごしてる。男と女の兄弟ってそういう感じなのかなとか。まあ、それでも、要所要所で大事なことを自分に言ってくれる。そこは気をつけた方がいいぞとか。とにかくお姉はちゃんとしてるので、自分がちゃんとしてないので、まあ、そこを言ってくれるっていうのはすごくありがたいなと、ありがとうと伝えたいですね。そして時には、家に泊めてくれたり、一緒にどこかに出かけたりとかはないですけど、まあそれはそれで自分たち兄弟らしいのかなと思います。自分たちの間というか、兄弟は兄弟でリズムっていうのがありますから、お互い干渉はしなく、興味がないようですけど、興味はある。まあ、これからも、おねえ、よろしくお願いしますという思いも込めて、これまでも、これからも、おねえ、ありがとう。そして、おねえ、誕生日、おめでとう。おめでとう。何歳になったか分かんないけど、おめでとう。多分自分より4つぐらい上。何歳になったん？分からへんけど、おめでとう。はい。ということで、今回は私の姉にありがとうでした。Thank you! KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました。 PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。 PM10 のサロン喫茶では質問や悩み相談、雑談、普通のお便り、スピスピメッセージをお待ちしています。ラジオネームを添えてメールまたは Twitter メッセージ、YouTube コメントで送ってください。メールの送り先は、守備10@gmail.com、守備10@gmail.com、shviy10@gmail.com です。その他、詳しくは Twitter をご覧ください。ここまでの時間は、守備がお送りしました。バイビーシュ。